るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。XSでいいよね。すごいね。すごいね。恵比寿や。帝釈天参道、帝釈天のさ、コロナの収束を願いましょう。帝釈天ですね。絵になるね、ともちゃんは。ありがとう。あー、こんな感じとかもいいな。あー、いいっすね。ちょっと写真撮りましょうか。はい。ちょっとこっちも行ってみよう。いいね、ほんとにすごいね。あそこが上がって中見えるんだけど、ちょっと見ないで外から。うわ、もうすごい、ね、ギリギリ。チョモちゃんって身長何センチですか？171。あー、俺より2センチ高い。いやー、もう紅葉も終わりですね。ね、うん、もっと撮りたかったな。いや、いいわ。これがやっぱり下町っぽいですね、やっぱり。いや、そうだよ、うん、浅草もそうだけど、うん、あ、こういうチョモちゃん見て、こういう食堂、これめちゃくちゃいいやん、これいいね。うわ、じいちゃんばあちゃんとこういうとこよく来たな。めちゃくちゃいいな。いいね。めちゃいいわ。これなかなかないですよね、もうこういうところね。うん、米米ロール、君と出会った。歌詞が出てこない。そこ行きましょうか。ここなんか食べられるんですかね。中で食えんじゃん。じゃあ同じものをお願いします。お団子セットですね、600円頂戴いたします。はい、はい、わー、お団子セット、やばい、 Vlogger みたいになってる。
なのに実力がやべえ。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。新しいめちゃくちゃうまい。うまい。遊園地遊園地。いいっすね。富士急。どんぐらい乗れないっすか。なるほどね。何も乗れないっすね。そうなんや。APS-C にこだわる理由とかが、それ何なんですか。俺全然調べてなかったんです。 APS-C でも、うん、そのフルサイズに負けない画質の追求、うん、あと、はあ、個体をなるべくでかくしない、はあ、だからレンズとかもフルサイズになると、はあ、やっぱり大きくなっちゃう。なるべくだから富士野のレンズとかはちっちゃいものが多いって、はあ、へえ。カメラよりも存在感がでかくならないように。はあ、なるほど。そういうのの追求とかもしてる。へえ。調べりゃ調べるほど、うん、かっこいい。そうか。あ、そうなんだ。もうでかいもんと思って。俺逆にでかいの憧れますけど。カメラ持ってる感が逆に富士だな。富士だな。俺らも撮っちゃダメなんですか。2階がそう、おもちゃ博物館。2階がおもちゃ博物館。そうなんですよ。で、1階が駄菓子屋さん。なるほど。ちょっと行ってみましょう。ちょっと嫁に お土産買っていこうかな。はい。レースとかやんなかったですか。やったことない。ちょっとワンプレ10円やって。そうですよ。ちょっと待ってね。すごいね。静岡方面、静岡インター。いいっすね。名刺の樋口方面長いインター。ただちょっと狭い、ね。あっちにあったかな。あっちにある。あっちもあった気がした。でも一緒っすね。でもあれやな、新幹線ゲーム、ね。もう基本的には一緒っす。内容は一緒だ。新幹線ゲーム。10円玉を上の投入口に入れ、左右のレバーで上手に弾いてください。うまく博多まで行くと素晴らしい景品がもらえます。ということで景品狙っていこうと思います。よし。でかったの。ノー。サトちゃん。すいません。マルカーのイチゴガム。これ嫁にお土産です。最高。ああ、よかった。いやー、ちょっとね。何そのカメラ。えぐいえぐい。よかった。やばいね。まあちょっとね、まだ全然本格的に撮ったのも今日も初めてで。まあちょっと操作に慣れてはいないんですけど、まあでもいいっすよ。しかもレンズって標準ズームでしょ。そうです。これがさ、
いろんなね、これから単焦点だったり、その上位互換のズームレンズとか付け出したらどうなっていくんやろね。えらいこっちゃでこれ。ぜひください皆さん。あ、でも芝生って良かったですね。いやほんまにすごい風情があるわ。うん、あのカメラ映えするような感じ、ね。いやほんまにね。トラさん見なくてもね。ね、見てなくてもね、なんかそのお釈迦するにはいいかもしれない。そうね、うん、はい、あのぜひぜひ、あのちょっとコロナで大変ですが、うん、あのソーシャルディスタンスで、身を守って、生きていきましょう、うん、の上で楽しんでいけたら最高。そう、はい、ということで今日はですね、XS10、そしてちょもちゃんのカメラたちと一緒にですね、柴又、探索してみたでしょう。お送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。シワマタリョウさん申せ。なになになに。デキストリー、デキストリー、デキストリー、気づけば君のこと好きになってた。なんすか。モセ。